4237行から、滑らるれば、すなわちこれにとる、並び立てば、すなわち愛よる。これはやっぱり訓としては取るの方がいいですね。ここに夜がありますので、九死の死か訓読みでは取るですね。相反相映の絵か、夜の夜ですね、並び立てばすなわち愛よる、養えばすなわち属するあり、自他は並び立てばすなわち叱り、故になりて永世ざれば、すなわち通ずる者は継がざるに立たん、塞がる者は満たざるに尽きん、なりて養わざれば、すなわち立つ者は倒る、行く者は覆える、このゆえに。卒従は弱いを同じくして、しかしてよく遊園を行く、望みてその閉じるを見ず、帰り見てその開くを見ず、公壁するものは塞がる、塞がればすなわち通にあらず、ただその通をもって陰運休止の功を見るのみ。これでカーソルを下に持っていけばいいですね。こう見るのみ。一行の文字数のギリギリいっぱいです。これは表示をですね、環境設定で、90% から、例えば標準の、例えば80% 表示とかにするとこうなりますね。ただ画面が小さくなるから見づらいんじゃないかと思って、今一応90にしています。設定ですね。要今日は量を同じくして、しかしてよく高校を立す、期してその中を尽くさず、入れてその害を極めず、求人するものは隠す、区域を隠すですね。隠すればすなわち即にあらず、ただその即をもって保護自主の律を見るのみ。それでいいですね。来たりて生ず、行きて貸す。かかは治めるあり、せいせいは窮するあり。次の代が生まれる、生物でも人間でも、そうですよね。それは誕生するというのは来たると見るわけですよね。当然ですよね。来たりて生ずで、行きて貸す。年老いていくわけです。私もちょっと年老いてきました。今冗談でした。かかは治めるあり、せいせいは窮するあり。来たりて生ずか。難しいですね。難しいですよ。あるいは、でコントロール山括弧で黒棒点ね、来たりて静止で、綺麗に静か出したら、ここをしてって読んだら次なんで往来でね、頭の中で読むと、根本の静といえども、しかも静かをいずることあたわず、すでに静かをいずることあたわざれば、すなわち九死は祖と同じ。根根たる、ひたひたと流れる、根根はひたひたと流れる様ですから、こういうのも、根根で出るはずです。根
香港諸港ってあるんですね。香港教育会、さすが中国語ではありますね。今の部首読みなど、今の各種意味などまとめ、今ずっと行くと書き方まで出てますね。ずっと行って、天使の礼服。おお、天使の礼服。なんか、あるはずですよ。コン。コン。結構楽しいですね、こういうのもね。文字を追っかけていくのも。これ中国ですね。中国の、中国語から日本語に、コンコン。あるいは意味。懇意。おお。コンコン。おお。また作るコンコンと。天使の礼服。ああ、そういう意味で。なるほど。これは考察に値しますね。根本の性といえども、しかも成果を譲ることはあたわず、すでに成果を譲ることはあたわざれば、すなわち旧死は祖と同じ、仏にしておる、気にしている、いるものは、いろるものは中を示す、おるものは死を薄す。まあ、どんな巨大銀河でも中心がありますね。中心がなくなったらもう形を なさなくなりますよね。まあ雲なんてね、中心がないんで形をなさないから、それはそれで面白いんですけどね。おるものは死を薄す。王の姓といえども、しかも中外なきことあたわず、すでに中外のなきことあたわざれば。すなわち保持は仏と同じ、卒従は弱いを同じくす、幼虚は良を同じくす、敬意は同じくしかり、かの万物のごとく、仏はそにして席は剣なり、ごとくかごときか、どっちでしょうね。まあ書いてないか、くと振ってるか、どちらかです。成果は静止からず、虚構は積を薄す。よりて立つ者は浸かるれば、すなわち倒る。従いて走る者は及ばざれば、すなわち覆る。倒るれば、すなわち従いて、しかして立つ者継ぐ。覆れば、すなわち立ちて、しかして行く者譲る。英福は席を示すも、また天地と苦音なり。王魂は魂を没すも、また英福と隠せず。まあいずれじっくり意味を考えたいと思います。生物の世代交代はまさに英福なんですよね。で、倒れて、つまり死んでしまって、まあ、土に帰って、しかし立つ者、代を継ぐ者が行く、それを繰り返して、もう38億年ですか。長いですよね。だから永福は席を示すも、また天地と苦音なりと、天地と変わらないぐらい長いということですね。どうしてこういうスケールの大きなものの考え方ができたんでしょうね。すごいと思います。